探す発想を4次元的にしなくてはいけないんだ。ブチャラティは駅のホームでボスから何か黒いものを受け取った。それだ、この運転室で今探すのはそれだ。黒っぽいものとかよ。え、黒っぽいもの。謎は解けたぜ。お前のおかげで全て理解したぞ。兄貴、何を言いたいのか。なんで電車の運転席の下にいきなり動物の糞があるんだ。一体どういうことだ。え、スタンド能力は人間だけが持つものとは限らねえ。そしてこの動物は物陰を移動してるってこった。グレイトフルデッド。なんだこりゃ。決まりだぜ。この亀にさらに直の能力を叩き込む。グレイトフルデッド。ちょっと待って兄貴。こいつら一人足りないんじゃないっすか。誰か中に一人いないよ。